川勝平太知事が5月9日に退任し、同日に静岡県知事選が告示される。ジャーナリストの小林和也さんは川勝知事が辞めて新しい知事が誕生してもリニア問題は簡単には前に進まない。川勝知事の置き土産が邪魔をしているという。川勝知事が残した山梨のボーリング調査問題。静岡県の川勝平太知事は5月9日。 知事職を退任しして、約15年間君臨した権力の座から降りる。新しい知事がすぐにリニアトンネル静岡航区の着工を認めると勘違いしている人が多いが実際は川勝知事が退職するからといって静岡県のリニア問題がすぐに解決する見込みはない川勝知事のまいた厄介っな種が数多く残されてしまったからだその一つは 川勝知事が山梨県内の調査ボーリングをやめろと主張したことであるその主張に対して山梨県の長崎幸太郎知事が今年4月25日山梨県内の調査ボーリングを一刻も早く再開してほしいと JR 東海に強く要望した川勝知事がいなくなるからもうこの問題は解決したと思ったのかもしれない 長崎知事の発言を受けて、JR 東海の庭俊介社長は4月30日、山梨県内の調査ボーリングを5月中に再開したいと述べた。ただ調査ボーリングが再開されたとしても、静岡県境の手前約300メートルまで進んで、ストップする。そこで、静岡県が待ったをかけているからだ。そこからどうするのか、まだ全く何も決まっていない。 実際には調査ボーリングだけでで済む問題ではない。その後も山梨県内のリニア工事を進めるためにはそれ以上に厄介な問題を乗り越えなければならないのだなぜ山梨県の工事に静岡県が待ったをかけるのかそもそも山梨県内の調査ボーリングをやめろの発端は静岡県が2022年10月13日 リニア工事に関する新たな協議を求める文書を JR 東海に送ったことである。その文書には山梨県内のトンネル掘削で距離的に離れていても高圧の力がかかり静岡県内にある地下水を引っ張る懸念があるから静岡県内の湧水への影響を回避しなければならない。ひいては静岡県境へ向けた山梨県内のリニア工事を どの場所で止めるのかを決定する必要があるとあったこの問題を県の地質構造水資源専門部会にかけて科学的・工学的な議論を進めるため山梨県内の工事をどの時点で止めるのが良いのか JR 東海に具体的な案を出すように求めていた静岡県の要請を真っ向から否定できなかった2019年 夏、JR 東海の全量戻しの約束を根拠に、川勝知事は、水1滴も、県外流出は許可できない、県境付近の工事中に、県外流出する、流水すべてを戻せと主張した。つまり、静岡県の水1滴でも山梨県に引っ張られる可能性があるから、JR 東海は、山梨県内のリニア工事をどこで止めるか決めろ、というのだ。 この文書を受け取った JR 東海は困惑した10月31日に開かれた地質構造水資源専門部会で JR 東海は静岡県境へ向けた山梨県内の工事をどの場所で止めるのかの議論を避けた現在静岡県境約9 2 0メートル地点まで山梨県内の掘削工事が進んでおり その約100メートル先端部分まで水の発生などは確認されていない。締め固まった地質で安定している。断層帯は静岡県境の西側にあるので県境まで掘り進めていくなどと予定通り調査ボーリングを続けることを説明した。理論上トンネル掘削することで高圧の力がかかりトンネルに向けて地下水を引っ張ることはありうる。 だから、JR 東海も静岡県の要請を頭から否定できなかった。地下水に誰のものという議論はない。しかし、そもそも山梨県内の工事に静岡県の行政権限は及ばない。日本地下水学会によれば、県境付近に限らず、地中深くの地下水は絶えず動き、地下水脈がどのように流れているのかわからない、という。 県境付近の地下水に静岡県のものも山梨県のものもない。それなのに静岡県の地下水券があるとして県境付近の地下水の所有権を主張したのである。山梨県の掘削ストップの要求に強く反応したのは長崎知事だった。山梨県の話をするのに知事に一言もないのは遺憾だと遠回しながら怒りの声を上げた。 川勝知事は10月26日静岡市で開かれた関東地方知事会議で長崎知事に直接挨拶した。それで長崎知事も一定の理解を示していた。以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。大規模なトンネル工事をすれば周辺の川や沢に水枯れが生じるのはわかっているので、静岡県民、特に大井川流域住民のご心配は理解します。 問題は想定外の事態が起こってしまった場合の保証 JR 東海国や県などが何も決まってないようなのでそれの解決にまた時間がかかると思われますさらにこのトンネル工事は大体いい10年かかると JR 東海は言っておりますが難工事が予想されるので10年で完成するかどうかも疑問です 住宅地の地下水の話だと母の実家の井戸が昭和の初期の頃地震で枯れてしまったずっと蓋をしていて昭和の終わりに蓋の劣化で棒を埋めてしまおうという話になり開けたら水が復活していたそれ以降防災用井戸として維持されているが水脈が動くのはあるみたいだねそもそもオリニアは必要 ?JR 東海は投資した。 運の回収が必要だから進めるしかないが、タク間への発展も見込まれず所詮、回収は困難ではないだろうかまた、利用する側からすれば、地震等で安全に停車したとしても、地上までの避難経路も、地上に出た後も、安全な場所にたどり着くまでにどれほどの時間がかかるのかも想像できない。将来的には、 飛行機空飛ぶ車の移動が安全かつ便利ではないだろうかボーリング調査をして出てきた水のどれが静岡県の水か川勝知事に証明していただけば山梨県から静岡県に返却する水量が計算できる川勝理論の正しさを証明するためにもぜひボーリング調査を行っていただきたい面倒な問題って面倒だからこそ解決せんといかんしな JR も最初から分かってただろうし、分かってなかったら、問題だし、分かっていた上で強行しようとしていたなら、さらに問題だろう。置見土産っていうよりも、ぶら下がっていた問題が表面化されただけで、むしろ、問題になる前でよかったとも言える話題。というか、こんな問題が今さら表面化するのもどうかと思うが、知事というより、静岡県民の意思なんだよ。はじめは、 自分も知事が変わればリニアができると思ってたけどここのコメント読むと多くの静岡県民が静岡県にリニアを通すことを反対している一番に水源の汚染枯渇が心配らしいリニアが通ると在来新幹線のぞみが県内に止まらなくなるという不満も見たあと最近出た意見では難工事で作業員が危険であるというのも見た 静岡県民は多分次の知事もリニア反対派を選ぶだろう。リニアを作りたければ静岡県を通らないルートにするのが実現の唯一の道だと思う。素人的に地下水脈というと上越新幹線中山トンネルの巨大地下水脈が浮かばれるがあの時は青函水道掘削よりも掘削したトンネルが水没してすぐ崩れたり。 水平ボーリングで薬液を注入しても収まらず、3度のルート変更し、時速160キロメートル制限の急曲線ができたとある。水道工事は自然との対峙なのだが、地下水一滴でも山梨県側に流すなという主張はちょっと異常。20センチメートルのボーリング港ですら揉めてるくらいなのにトンネルを掘るまでのハードルは険しいでしょう。 トンネルが自然界へ与える影響は大きいけど、それを上回るメリットがある。まずはきちんと調査をしてもらって、次の対応を検討してもらいたい。もちろん、結論ありきではない真摯な対応で。